祭りに集まった民族衣装姿のブータンの人々ブータンの国民ではブータンの民族と言語及び民族問題について記す。ブータンの民族は羊、宗教、言語、居住地域などから3つの集団に対別され、言語は方言を含め20前後が確認されているが、系統立った言語調査は実施されていない。ブータンでは国勢調査は行われているが、 中央統計局発行の統計資料では、県別の人口や民族別人口が公表されていない。また、人口増加率も計算上の数値を使用している。このため、各種資料の民族構成比率は統一されていないのが現状である。その傾向は2分され、一つは、チベット系住民が人口の過半数を占めていることを示したもので、 政府発表の資料を使ったものに多い。もう一つは、ネパール系住民の構成比率を過大評価した、ブータン難民団体が発行した資料を使用したものに多い。平均的な数字として、ガロン約20%、サンダー約30%、ローツアンパ約40%、その他少数民族約10%を提示しておく。ドゥクパ、またはドゥルックパは、 中部商用樹林地帯に居住するチベットビルマ系の土着の民族集団の総称である。ガロン、ブムタンパ、さンラの3つの集団に分類される。ブータンの人口の多数派を形成し、ブータンの伝統文化は彼らの文化を指す。ドゥクパとは、彼らの大多数が信仰するチベット仏教、カギュ派の主派である、ドゥク派という宗派に由来する。近年、 国民統合の必要性から、ブータン国民をドゥクパと称する傾向が強いが、これは抗議のドゥクパであり、南部のネパール系住民は使用したがらない。ガロンペレラ陶芸遺に居住するのがガロンと呼ばれる集団である。千年以上前にチベットから移住してきたとされ、チベット文化の影響が色濃い。彼らの母語は中央チベット語の南部方言に分類される。 ゾンカ語で、現在国語として普及が進められている、ゾンカ語は、これを基礎として規範化したものである。上述の通り、チベット仏教のカギ牛はずくシ派を信仰する。ウムタンパ、ペレラ峠から、トゥムシン、ラ峠までの中部に居住するのが、ウムタンパと総称される集団である。彼らの母語はムタンカと呼ばれる、ゾンカ語の一種で、古代チベット語の要素を強く残している。 剣やクルテといった古代に栄えた地方に住み、ブータンの古い文化を担ってきた人々である。しかしながら、民族としてのブムタンパは、一般的に西部のガロンに包括されることが多い。残羅東部最大の町、タシガンを中心に分布するのが残羅を自称する民族集団である。最近まで、シャチョップと呼ばれていた。シャとは、ゾンカ語で、東を意味する。 彼らは自らの出自をミャンマーアッサム地方だと認識しており、チベット文化の影響を受ける前のブータンの伝統を色濃く残していると考えられている。彼らの母語はチャンラかもしくはシャチョップ化と呼ばれ、チベットビルマゴ派の中でもビルマゴ系に近いと考えられている。ローザンパは主に南部低地地帯に居住するネパール系の住民を指す。ロトはゾンカ語で、 南を意味する。英語ではサザーナーズと表記されることもある。彼らの辞書はネパリで英語表現ではブーティニツ・ナポーリーズが好まれる。古くはネパリもしくは南部ブータン人という呼称が公式にも使用されたが、1980年代からローツアンパという呼称に置き換えられるようになった。彼らはインドアーリア系のネパール語を話しヒンドゥー教を信仰している。 彼らはもともとブータンの土着の住民ではなく、19世紀末以降、ネパールやインドのダージリンなどから移住してきた人々である。その歴史は、19世紀にイギリス支配下のサエンプランテーションの労働力として、アッサムやダージリン周辺に移住が奨励されたところに遡ることができる。従って、ニューカマーという印象が強く、ネパールの伝統文化を誇示する生活スタイルなどから、 シベット系住民から偏見の目で見られ、不当な扱いを受けることも多い。上記以外の民族で、比較的よく知られているのは、北西山岳地帯に住む、臨死、ラヤ、ルナナ、北東山岳地帯に住むダクパ、メラ作展などの遊牧民である。また、南西部には、ロブ、タバダドゥルと呼ばれる民族、サムチケンシプソ周辺には、アーデーバシーというインド系の民族の存在が、 確認されている。このほかシッキムに居住するレプチャ族や、1959年の中華人民共和国のチベット侵攻によって難民として逃れてきたチベット人がブータン西部、中央部に住んでいる。公用語は、ゾンカ語。しかし、英語が公用語的扱いを受けており、すべての法令、公文書は英語で書かれている。 ほぼすべての教育機関が英語を教授言語としている。というのも、ゾンカ語はもともと僧侶から民衆へ伝わった言語のため、仏教に関する語彙はあるが欧米から入ってきた科学技術に関する語彙がないからである。唯一の活字メディアであるクエンセル氏は英語、ゾーンカ語、ネパール語で発行されているが、購読者が最も多いのは英語版である。 英語の教授言語化は最近始まったため10年以上の世代にはあまり通じない。英語教育を受けた若い世代には英語をもっぱら大一言ごとし、国語であるゾンカ語を話せても読み書きができない者も,もいる、等問題も起きている。また、地方の少数民族を中心にゾンカ語を話せない人も多く、ブータンで最も通用性が高いのはヒンディー語や それに類するネパール語であるとされる。これは近代教育初期の教授言語がヒンディー語であったこと、インド製娯楽映画やテレビ番組が浸透しているためである。国内の言語分布は西部はゾンカ語、東部はザンラカ語、南部はネパール語が主要言語となっている。1958年の国籍法を下敷きにして1985年に 公民権法が制定されたが、その際、定住歴の浅い住民に対する国籍付与条件が厳しくなり、国籍を実質的に剥奪された住民が特に、南部在住のネパール系住民の間に発生した。そもそも、ブータン政府は彼らを不法滞在者と認識しており、これは、湿キム王国のような事態を避けたいと考えていた、ための措置であったと言われる。 その一方で、ブータンの国家的アイデンティティを模索していた政府は、1989年、ブータン北部の伝統と文化に基づく国家統合政策を施行し、チベット系の民族衣装着用の強制、存加後の国語化、伝統的礼儀作法の遵守などが実施された。1988年以降、ネパール系ブータン人の多いブータン南部において、上記、 国家統合政策に反対する大規模なデモが繰り広げられた。この件を政府に報告し、ネパール系住民への対応を進言した、王立諮問委員会のテクナトリサルは、反政府活動に関与しているとみなされ追放される。この際に、デモを弾圧するため、ネパール系ブータン人への取り締まりが強化され、取り締まりに再死拷問など、人権侵害行為があったと主張される一方、 チベット系住民への暴力も報告されている。混乱から逃れるため、ネパール系ブータン人の国外脱出が始まった。後に、拷問などの人権侵害は減ったとされる。国王は国外への脱出を行わないように、呼びかけ現地を訪問したが、難民の数は一向に減らなかった。この一連の事件を、南部問題と呼ぶ。後に、ネパール政府等の要請により、 ブータンからの難民問題を国連で取り扱うに至り、ブータンとネパールを含む難民の流出先国、UNHCR により話し合いが続けられている。本来の住民は、ブティア人及びレプチャ人とチベット人であったが、後に、ネパール人が、労働者として大量に移り住むようになって、人口の75%に達した結果、親インド派ネパール人が実力を持つようになり、 1975年にインド軍の介入を招いて王政廃止、インド併合が決まり国家滅亡にまで至った。ありがとうございます。